逆転裁判やってかい。9月9日午前9時52分地方裁判所被告人第一控室。 いよいよなんですね。今日でこの事件はケリがつくよ。弁護士さん見て、みつるぎ顔死んでるか。みつるぎどうしたそんな真顔で。お前昨日検事局長に呼ばれた。今日の証人小中氏が語ることは絶対だと言われた。君が彼の証言に対してどんな攻撃をしようと私が異議を唱えれば裁判長は必ず聞き入れるだろうと。裁判長にまで小中の力は及んでいるのか。つまり僕の有罪はもう決まっているというわけだ。私は有罪判決を勝ち取るためならば何でもする男だ。どうしてなんですか。あなたはそうやって罪のない人を苦しめて。罪のない、そんなことがどうして私たちにわかる。罰を逃れるためならば彼らはどんな嘘だってつく。見分けることなんてできない。それならば私にできることは一つ、被告人をすべて有罪にする。それが私のルールだ。みつるぎ変わったなお前。え、弁護士さん知ってるのこの人のこと。なるほど龍一、手加減はしないぞ。そんなこと言いに来たのお前。弁護士さん、さあそろそろ開廷時間だね。弁護士さんを弁護する弁護士さんがまだ弁護は僕が自分でやる。最高、やっていいんだ自分で。9月9日午前10時地方裁判所第一法廷。異様な光景だよ。これよりなるほど龍一の法廷を開廷します。検察側準備完了しております。弁護側準備完了しております。なるほど君、本当にいいんですね。はい、自分の弁護は自分でします。わかりました。では三剣検事冒頭弁論。事件の流れはすでに明らかであるから、本日は被告人の犯行を見た証人の証言を聞いていただく。いいでしょう。では早速呼んでもらいましょう。話がスムーズに進みすぎる。普通ならなぜ小中が前回の法廷に出てこなかったか問題になるはずなのに、そんな様子はない。どうしよう、無駄だと思うけど言ってみるか。いや意味ないんじゃないかな。まあ一応聞いてみるか。三剣検事にお聞きしたい、その証人はなぜ綾瀬珠代の法廷には出廷しなかったのか。すまなかったね。小中氏は多忙な人物なんだ。そしてあの時は松竹梅雄の証言だけで十分だと思ってたものでね。申し訳ない。さすが三剣検事、潔い態度ですな。そんなありかお前、やつがかっこいいってこ見せただけで終わってしまう。では小中勝氏を入廷させていただこう。まあ意味ないわな聞いても。証人の名前を伺いたい。 Yes I am。 ポルナレフ、名前を聞いている。ポルナレフじゃねえな、誰だったっけ、アブドゥルか。 Oh sorry、 アメリカ生活が長いもんでね、苦手なんだよ日本。名前だ。いいコンビだ。僕は小中勝、マサル・コナヤカ、株式会社コナカルチャーの社長、いやプレジデントだ。被害者の綾瀬千尋をご存知か。 Never give up。 知らないね。違うだろ意味。証人は事件のあったよるバンドホテルに。 Yes。 そこで事件を目撃したというわけだ。あはん、よくわかってるじゃないか。では小中さん、証言をしていただきましょう。どうにかしてこいつの証言を崩さなきゃおしまいだ。まったくどうしていつもこう崖っぷちに立たされるんだ。覚悟はいいかい、ミスター弁護士。弁護士さん頑張って。事件の当夜目撃したこと。あれはそう、ちょうど9時頃のことだったよ。僕は窓の外で書類をレーディング読んでたんだ。すると窓の外で物音がしたんだよ。僕はその音に驚いて向かいのビルを見たね。するとギザギザヘアの男がロングヘアのレディを襲ってた。言うまでもなく、君だよミスター弁護士。僕はおめよくんを呼んだね。彼女もそれはびっくりだよ。被害者はその必死に逃げたが君は追いすがった。ジャストフィッツ。それでジエンドさん。ん？
うん、その目撃に間違いがなければ被告人の有罪は決定ですね。では被告人、あ、いや弁護人尋問を。はい、とりあえず揺さぶってみるか。指導のモドロになってるとこあったね。これだ。もう少し詳しく思い出せませんか。大事なことですから。アンダースタン、アンダースタン、了解してる。被害者は君の攻撃を受けて、そう、左に逃げたんだ。君はそれを追いかけて行って殴りつけた。間違いないだろうか。僕は常に完璧にパーフェクトだからね。ではそのように証言を変えてもらいましょう。左に向かって被害者は逃げた。君はそれに追いすがった。これが梅尾と違うね。ちょっと待ってください。小中さん、墓穴を掘りましたね。なんのことだい。あなたは左に逃げたと言いましたね。しかしそれは梅尾さんの証言と矛盾します。彼女ははっきり右へ逃げたと証言しています。あはん、多分彼女の見間違いじゃないかな。それはどうでしょうか。上面図を見てください。犯人はこの位置にいました。そして被害者はこの辺り。あなたの言う通り、被害者が左に逃げたとしたら、そっちは出口のドアとは逆方向になります。彼女は逃げ道がない方へ逃げたことになる。かなり不自然な状況です。変だな。確かに左に逃げたのを見たんだよ僕は。弁護士さん、あの顔、嘘はついてないみたい。確かに。どうやら小中は被害者が左に逃げるのを実際に目撃したみたいだ。待てよ。なるほど君。庄司君は右と言い、小中さんは左と言っている。この矛盾についてあなたはどう考えますか。え、実は二人とも正しいんじゃないかこれ。二人とも本当のことを言ってると思います。はっ、お話にならない。それでは矛盾は解決しないではないか。二つの証言が矛盾しない答えがたった一つだけあります。小中さんが事件を目撃した場所はホテルじゃなかったんですよ。そう、犯人側から見てるから左に逃げたんだ。証人が事件を目撃した場所はホテルではなかったと。じゃあどこだったというんだ。綾里と法律事務所ですよ、もちろん。もっと正確に言うならば、このポイントです。事件があった時、小中がいたポイント。ここだよ。それはここです。いいですか？被害者がドアに向かってこのように逃げた時、このポイントから見れば左に逃げたように見えるのです。いい加減にしたまえ。そのポイントは、犯人が立っていたポイントではないか！静粛に。法廷の秩序を乱す者は大抵を命じます。なるほど君、なんということを。貴様、弁護人の推理はこじつけに過ぎない。そうですね、かなり強引な感じが。ふんふんふん、楽しませてくれるね、ミスター弁護士。なんだ、笑っている。 Remember 今の刺激で思い出したよ。ちょっと誤解を招く言い方をしてしまったみたいだね。ミスター裁判長、もう一度証言させてもらえないかな。一度崩れた証言はもう立て直せないさ。左に逃げたという証言。梅尾君の証言は正しいよ。もちろん僕のもね。君がレディーに襲いかかった時、君は、彼女はまず左に逃げたんだ。そして思いっきり彼女を殴った。これが僕が見た部分だ。次に彼女は最後の力を振り絞って右に逃げたんだ。君はそれを追いかけて彼女にとどめを刺した。ここが梅尾君が見た部分だ。どうだい、君は2回殴ったのかさ。思い出したかい、ミスター弁護士。そんなん通じるわけねえだろ。1回だってんだろ結果はよ。それなら筋は通りますね。何言ってんだお前ら、本当にバカ誰がお前ら。誰でもわかるだろこんなの。はい、これだね。1回殴られて死亡。
いいですか。被害者は1回だけ殴られて死んでいるんです。何か言うことは？今がチャンスだ。畳み込むぞ。小中さん、あなた完璧にパーフェクトだったのでは？そのフレーズはもう使わないことにするよ。裁判長、小中さんにもう一度証言をお願いします。証人の記憶は混乱している。ここで10分の休憩を申し入れたい。そうですね。記憶が混乱しているのは証人が嘘をついているからです。今ここで休憩を入れるのは断固反対します。そうだ、早く続けよう。逃げるな、これか。わかりました。証言を続けましょう。傍聴人が味方についたぞ。これでもう逃げられない。いいですか、小中さん。イエス。二人の証言の食い違い。その、なんだ、あれが倒れる音で僕は向かいの窓を見たわけだが、次の瞬間ミスチヒロは左に逃げていたんだよ。犯人君は襲いかかったが、彼女はそれをかわしたんだ。そしてその向きを変えてドアの方へ逃げようとした。君はそこで一発ポカリとやったんだ。だいぶガバガバになってきたな。ポカリとね。では自分を。ミスター裁判長、僕はちょっとお腹が痛いんだが。我慢してください。もうちょっとで終わりますからね。あれが倒れる音で僕は向かいのお窓を見たわけだ。あれが倒れる音、あれって何ですか？あれガラスの電気スタンドだよ。現場に倒れてるんですか。弁護士さん、なんかちょっとおかしくないですか？ほう、確かに気になるな。もう少し揺さぶってみるか。小中さん、なんだい？あなたはガラスの電気スタンドを見たわけですか？そうさ。見えないよな。そのあたりを証言し直してください。ソーリー、すまないね。オッケー。向かいの窓を見たら電気スタンドが転がってたんで。これ見えないだろ、多分。見えない。見えるわけないよ、これ。ほい。小中さん。電気スタンドが転がっているのを見るのは不可能なんですよ。なんだと？これを見てください。それは現場の上面図ですか？その通り。いいですか？現場の窓越しに事務所を覗くとなると見えるエリアはズバリこうなります。どうですか？スタンドは見えるエリアに入っていません。さあ、小中さん。どうですか？うわっ！かな。いいですか、小中さん。あなたがもし坂東ホテルにいたのならば、倒れる前のスタンドは見ることはできなかった。そして倒れた後も見ることはできなかった。粉々に砕けた破片を見てもそれがスタンドだとは分からない。となるとあなたはいつスタンドを見ることができたか。それは倒れた瞬間しかない。そしてそれが見えるのは綾里法律事務所しかない。あなたは犯行があった瞬間、殺人現場にいたのです。うおぉ白目向き始めたぞこれがいいんだよ、逆転裁判も。ここからが逆転裁判で。小中さん、あなたがやったんですね。ミスター裁判長、僕はミスチヒロ、どうやら勝負は決まったな。チッチッチ。そこまでだ。なるほど、龍一。何？小中氏、もうそろそろ潔く罪を認めてしまったらいかがなものだろうか。What？ あなたが犯した犯罪を認めるのだよ。すなわち盗聴のことをね。盗聴だって？静粛に。三井検事、今の発言はどういう？皆さん、小中氏は今少し混乱しておられる。私の方から説明しよう。なんか雲行き怪しくなってきたな。ご存知の通り、小中氏はコナカルチャーの社長だ。彼は秘書の松竹名誉に命令して盗聴させていたのだ。問題は、
誰がいつ盗聴器を綾里法律事務所に仕掛けたかだ。小中氏、盗聴器を仕掛けるためあなたが綾里の事務所に侵入した、間違いないだろうか。イエス、それだ、その通りだ、水田健二。僕は盗聴器を仕掛けるため綾里法律事務所に行ったんだ。その時にあの電気スタンドを見たんだよ。ありかよ、後付けで。つまりどういうことですか、ミスリケンジ。よろしいか。なるほど、龍一の主張はこうだ。この歌詞は殺人現場のガラスのスタンドがあるのを知っていた。しかし彼がそのスタンドを見ることができたの、殺人事件が起こった瞬間しかなかった。だからこの歌詞が犯人である。しかし、事件が起こるずっと以前にこの歌詞は現場に行ったのだ。盗聴器を仕掛けるため。その時にガラスのスタンドを見ていれば。なるほど、龍一の推理は完全に崩れてしまうのだ。小中さん、その時のことを証言してください。元気になりすぎだろお前、急に。あれはそう、9月の頭だから事件の約1週間前かな。僕は綾里法律事務所に侵入したんだよ。もちろん盗聴器を仕掛けるためだよ。その時にね、確かに見たんだ、ガラス製の電気スタンド。事件の夜、物音を聞いただけでスタンドだと分かったのは前もってそれを見ていたからですか。 Yes, I do. その通りだよ。ではなるほど、奥に尋問を。これはきついな。これどこだ、これ。揺さぶってみるか。本当にあなたが侵入したんですか、あるいは梅代さんが。綾里法律事務所に正体不明の古い指紋があった。おそらくこの歌詞の指紋だろう。ミツル姫、きっともう指紋は調べているに違いないな。さて証人、何のために綾里法律事務所へ。もちろん盗聴器を仕掛けるためだよ。その時にね、確かに見たんだ、ガラスの電気スタンド。どこに盗聴器仕掛けましたかとかいう話をさせるのかな、これ。なぜ千尋さんの電話に盗聴器を仕掛けたんですか。それは本件とは関係のないことだよ。このカルチャーは一応探偵業でね、依頼人に対する守秘義務があるんだよ。その時にね、確かに見たんだ、ガラス製の電気スタンド。揺さぶりまくれ。なぜ電気スタンドなんかを目に留めたんですか。あのスタンド、すべてのパーツがガラス製でね、あんまり綺麗だったんだよ、印象に残ったの。How beautiful the 電気スタンド it was!ってところかな。くそ、攻めようがないぞ。まだ揺さぶるの。もうどんどん行け、もうどんどん。全部揺さぶるの。その証拠あるんですか。庄司組は電話の会話内容を知っていた。それは盗聴器が事件の起こる以前に仕掛けられていた証拠だ。攻める場所がないぞ、もう。いけ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 。ここも聞いたか。もう聞いたな、ここな。もう攻撃しようがない。そこまでかな、弁護士君。ではそろそろ諦めてもらおうか。お疲れ様。もうダメだ。弁護人、もう諦めますか。そのゲームみたいなこと聞いてくる。は、はい。なるほどくん。なるほどくん、こっちよ。この声は千尋さん？霊媒か。諦めちゃダメよ、なるほどくん。千尋さん。ここは？休憩室か。僕はどうして？そうだ、裁判に負けて幻を見たんだっけか。あら？気がついたみたいね。ギャー！いや、もう死んでるやろ、お前。なんで出てきてんだよ。ちょっと、なるほどくん。失礼な人の顔を見てギャーなんて。なるほどくん、よく見て、私を。よーく見て。なわけあるかー。なわけあるかー。でかなりすぎやろ。こんななかったやろ。迷いちゃん、
操った時の女は霊力が強いの、知らなかったかしら。あなたが負けを認めようとした最後の瞬間、迷いの力がやっと目覚めたみたい。迷いちゃんが霊媒してるんだよね。そう、私は迷い、でも今は千尋なの。いい、なるほど、これ迷いは諦めなかったの。だから私は今ここにいる。あなたも諦めちゃダメ。でも時間がないわ、聞きなさい。実はね、あなたはもう勝っているの。え、あなたが持ってる証拠品の中に領収書があるわね。バカね、それは小中が書いたに決まってるでしょ。で、それがどうしたんですか。その証拠品、裏面を見てなさい。領収書の、ね、発行したのは有名なデパート、10万円なり、高いな。品名、ガラス製電気スタンド、発行日9月4日。9月4日、私がそのスタンドを買ったのはあの事件の前日のことなの。さっき小中は何て証言していたかしら。あれはそう、9月の頭だから事件の約1週間前かな。そんな、スタンドを見たのは事件の1週間前。さあ、そうそう、審理が再開される時間よ。行きましょう。なるほど、無罪を勝ち取るためにね。これ、じわるな、この。やっぱ霊媒パワーなんですよ、裁判は。まともに法律で戦おうなんて思ってないですよ。では先ほどの続きに戻りましょうか。裁判長、我々に戻るべき続きなど存在しない。すでに小中氏の尋問は終わっている。あとは被告人なるほど隆一に判決を言い渡すだけだ。ドシン。裁判長、もう一度だけチャンスをください。これで最後です。しかしもう勝負はついているのは確かですね。三鶴健二、どうしますか。なるほど、隆一。最後のチャンスをくれてやろう。わかりました。では、小中氏の尋問をお願いします。本当に三菱の音何でも聞くな、お前。あれはそう、9月の頭だから事件の約1週間前かな。もう突きつけていい、これ。これ。これを見てください。血文字で迷い。はっ、今となっては意味のない。問題はこれが領収書の裏であるということです。なんだと。裁判長、その領収書には何が書いてありますか。ガラス製の電気スタンド、発行日は事件の前日です。つまり小中さん、あなたが綾里法律事務所に侵入した9月の頭にはあのスタンドはまだなかったんですよ。どうですか、小中さん。まだ言い逃れできますか。もう無理やろ、さすがに。No, I can't. おやおや、更新しちまったよ。さあ、裁判長。あなた方にいくら強い圧力がかかっていても、こうなった以上僕を有罪にすることはできないはずです。わかりました。それでは審理はこれで終了。お？何？まだ来んのか、三剣。そこまでだ。なるほど、隆一。またかよ。嘘だろ。まだ食い下がるつもりかよ。弁護人の意見は確かに一理。しかし、なるほど、隆一が無実である決定的な証拠もないのだ。そこで、あと一日判決を待ってもらいたい。もう一度調査をし直す時間が欲しい。もう一度調査だと。まさか千尋さんの解剖記録みたいに、また何か証拠をでっち上げる気じゃん。待てい！小中の有罪は明白です。これ以上審理を延ばす必要は全くありません。三菱検事、いかがかな。しかし小中氏を起訴するのは私たち検察側だ。君の推理が正しいかどうか一日調査したい。ダメか、検察だもんな、罪にするのは。延期された。ダメだ、今ここで決着をつけなかったら三菱はきっと何かやるに違いない。せっかく千尋さんに助けてもらったのに。ミスター裁判長、僕はもう帰っていいのかな。もちろん構いません。ご苦労様でした。くそ、証人、待ちなさい。なるほど君、いや顔つき変わっとるやん。もうこのメモを読み上げなさい。もうもうなるほどの裁判じゃねえ、これ。もう台本用意しとってくれたらしいぞ、お前。
シードさんの字で人物の名前が書いてあるリスト。裁判長、ちょっとよろしいですか。なるほど君、あなたもなかなかしつこいですね。当たり前だ、命かかってんだぞ。これから僕は読み上げるものを聞いていただきたい。何なんだろう。僕は千尋さんがくれたリストを読み上げた。どっかで聞いたことある名前が並んでいる。これは政財界の有名人たちの名前か。その時、ストップ！やめろ、やめさせろ。なんで貴様がそのリストを持ってるんだ。証人、あなたがここで罪を認めないのであれば、このリストはマスコミに公表されるでしょう。脅しているリストか。認める、認めるよ。僕はミスチヒロを考える人で殴ったんだ。以上です、裁判長。いや、お前なんでやった顔なんだよ、お前。もう千尋の勝ちやん、こんなん。これ以上の審理は必要ないようですね。なるほど君、またやってくれましたね。いやー、たまたまついてただけですよ、凄腕の霊が。弁護人、いや被告人、なるほど龍一に判決を言い渡します。無罪。では本日はこれにて閉廷。9月9日午後2時24分、地方裁判所被告人第一控室。またこうしておめでとうって言えるなんて、綾瀬家に生まれたことに感謝しないとね。迷いちゃんにも。そうね。ありがとう、なるほど君。私を迷いのためにこんな危ない目にあって。私一生忘れません。一生ね、もう死んでるけどな。そろそろ時間ね。迷いの霊力はまだとても弱いわ。そんなに長くこっちにはいられないよ。心配しないで。また会えるわ、きっと。もう私は所長じゃないわ。なるほど君。今夜9時事務所に来てくれるかしら。事務所に。ほう。なんだろう。所長。千尋さん。何があるんだろう、事務所に。あの夜のこと思い出しちまうな。よく来てくれたわね。千尋さん？来てくれんじゃないかと心配してたわ。おう。じゃあお腹も空いたことだし、味噌ラーメン食べに行きましょう。ん？あ、面白い顔。さっきから千尋さんばっかり、あたしですよ。似てました？あたし。似てたっていうか本人じゃないか。これは使えそうだな。なるほど君、私お茶が飲みたいわとか言っちゃって。なんでお前ここにいるんだ。お姉ちゃんが手紙をくれたんです。なるほど君のことよろしく頼むわって。事務所ですよ、事務所。なるほど、法律事務所。私お手伝いしますから、よろしくお願いします。あ、堅苦しいのなしにしましょうね。よろしく、なるほど君。名前はお姉ちゃんから聞いたんだよ。いい名前だね、なるほど君なんて。今まで名前知らなかったのかよ、お前。自分の弁護士の。はい、握手握手。自分が所長になったんだな。僕がこうしてここに立ってるのも、元はといえばこの子のせいであり、同時にこの子のおかげでもある。なるほど、法律事務所。響きは悪くないな。うん、よろしく頼むよ、まゆちゃん。千尋さん？なるほど君、しっかりね。私はいつでもあなたを見てるわ。本当に見てんだろうな、君。もうオナニーできないやん。なるほど。今度こそ味噌ラーメン食いに行きますか。腹減ったな、俺も。飯食うか。それじゃあまた次のお話でお会いしましょう。ありがとうございました。